はい、こんにちは、タカです。まずはじめに、この動画では、黒線を中心に見ていきたいと思います。円が絡む通貨ですね。ドル円やドルストレートの通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので、参考にしてください。ということで、この円に関してはやっぱりポイントも先月ですよね。かなりの大きな円安の流れがありました。今の環境というのはこの円安の流れに対しての調整の動きと捉えているんですけども、どういった調整かですね。値幅を伴った調整になってくるのか、それとも時間調整なのか。言い方を少し変えれば、買われたり売られたり、こういった調整を見ていくのか、それともしばらくは円高の動きを見ていくのかというところになってくるんですけども、今週の後半、ドルが強かった影響もあったと思いますけども、円高という流れが少し見えていたと思います。この円の動向を見ていくというのはすごく大事な動きになってくると思いますから、まずは円指数、円単独の動きを見ていきたいと思います。こちらが JXY ですね。円指数になります。1時間足に日足を重ねています。この動きですよね。この動きかなりの円安になっていますけども、これが10月の前半から中盤にかけて起こった円安ですね。確かにかなりインパクトある動きになっていますけども、今は流れが止まってますね。調整の動きを見ていますけども、現在もこの調整というのは継続中ですね。こちらのチャートは指数になっていますからね、24時間動いているわけでもないですし、少し窓も開けたりもしていますから分かりづらいんですけども、少なくとも波の反転、高値を取ってくるような形には僕は見えないんですけども、どうでしょうかね。このレンジを見ていけば今はレンジの高値圏ですから、ここ最近ではすごく円は強いということにはなりますけども、ただびっくりするほどの円買いが起こっているというわけではないですね。むしろ先月の円売りのインパクトの方が僕は強いように思います。ただ今週の相場をずっと見ていた方は、ポンド円や豪ドル円の下落というのを見ていたと思うんですよね。あれを見ていけば、すごく円は強いんじゃないかなと。確かに円強いんですけどもね、あの動きに関しては、この環境から察するに、おそらくはポンド、もしくは豪ドル自体にも大きな売りが入っていた。そのように考えていくこともできるわけですよね。であれば来週何を見ていくのか。僕ならばまずはこの円の動向に関してはレンジを見ていくことになると思いますね。ならば今の現在地レンジの高値圏。これブレイクしていれば円買いも意識していくことになりますけども、この位置ですからね、むしろ円買いは注意していかないといけない場所。レンジの高値ですからね、抑えられたらまた売りの方が出てくるかもしれません。ただチャートの方もかなり弱い流れになっていますから、この環境下でどういった流れを見ていくのかというところが大事なポイントになってきそうです。ではそれぞれチャートの方を見ていきたいと思います。はい、まずはこちらユーロ円、4時間足に週足を重ねています。先月はすごく強い円安の流れ。これはもうしっかり流れが出てますね。貯金高値も抜けています。環境的にはもう波の反転が見えていますから、流れが止まれば押し目買いをしていきたいという環境は見えてきます。ただ直近のこの動きですよね。もう3週にわたって安値を更新しています。調整局面ではあるんですけども、こういった調整というのは僕は大きく分けて2種類考えます。一つが時間調整ですね。横への動き。ただ今回これ安値更新していますから、横への動きというわけではないですよね。もう一つが値幅を伴った調整ですね。売りのトレンドが短期的に出ています。今の環境もどちらかというと明らかにこの値幅を伴った調整ですよね。となればこれ波の反転見ていくの時間かかるんですよね。まずはこの青い下落トレンドを止めないといけない。崩さないと次の上昇が見えてこない。どこで流れが止まるかというのをまずは見ていかないといけないですし、そういった壁が見えてこないんであれば売りを見ていくという環境でもあります。ということは目線はショートということになってきますけども、ただこのユーロというのは決して弱くはないんですよね。ということは円に売りが入ってしまえばこれ反転も見えてくるかもしれません。ここで気になるのが冒頭で見た円指数なんですよね。円は今はレンジの高値圏なんですよね。これ以上買いが入ってくればもうこれは本格的な円買いというのも見ていくことにはなると思いますけども、レンジの高値で上値が重くなってくるんであれば円売りの流れももしかしたら出てくるかもしれません。そうするとこのユーロ円も底堅い動き、下にはカビが見えてくるかもしれません。ユーロ円というのはこれ週足環境を見ていけば買い場探しなんですよね。サポートを今探している段階、こういったカビが見えてくれば本格的な買いももしかしたら入ってくるかもしれません。円がレンジの高値ということもあって、どっちに行くかというのはわからないですからね。両方の流れに備えないといけないと思いますけども、このユーロ円に関しては円に売りが入った際には少し面白い環境にはなってきそうです。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。強い上昇トレンド、ここには見えていますけども、今は流れが止められてますね。高値から見れば、売りのトレンドが見えています。まずはこちら優先で見ていくことになりますね。冷やしを見ていけば、木曜日、金曜日、安値終わってからは安値更新の流れが出ています。トレンドがしっかり出ていますから、月曜日も見ていきたいのは安値更新。流れからしても、まずは売りを見ていくということにはなってきそうです。
回を見ていくにしても一旦流れを止めていかないと次の流れが見えてこない状況ですからね、慌てる必要はもう全くないような状況かと思いますね。ただしどこかで流れが止まってきた際には押し目買いという形はこれはあると思いますから、ジュムコの反発の動きに警戒はしていきたいです。今はこの上昇トレンドの調整局面の中の動きをショートで見ている段階ですね。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。売りが強く出ていますけども、特に木曜日金曜日この2日間で 1.5 円ぐらいですかね、大きな売りになっています。最後少し流れが止まっているようには思いますけども、これ131円切り板もありますからね、一旦流れが止まっただけ、まだまだ反発の形が見えているようには僕は思えません。まあもしかしたら流れが止まっているのかもしれませんけどもね、止まったなら止まったで次は売り買いの攻防ですね、まあ調整を見ていくということになりますから、反発を見ていくにはもう少し時間もかかってはきそうです。上位足の環境からも目線はショートということで、まずはこの安値更新を意識ということになります。まあその結果安値を更新していかないとかね、底堅い動きが見えてきたとか、こういったレンジが見えてきたとかね、まあそういった流れになった際に初めて反転を意識すればいいのではないかなと。ただショートをするにしても少し位置が悪いんですよね。目の前131円の切り板があります。まあ流れは止まりそうな場所の一つではありますよね。目の前に壁があるかもしれないのにそこに向かってボールを切り込む、その壁が壊れてくれればいいですけども、壊れなければボール跳ね返ってきますからね。あくまで現状は抜け期待です。期待するんであれば下から売りたくないですね。上から打っていきたい。ショートを見ていくにしても売る場所はすごく大事ですからね、この下の方でのショートは十分注意はしていただきたいなとは思います。月曜日、目線はショートで見ていきたいと思いますけども、冒頭で見た円の状況もありますからね、レンジ上限、もし円に売りが入ってくるんであればこの反発も意識はしていきたいです。その目線の切り替えのポイントとしても金曜高値ですね、戻りの高値になっていますから、131円の4050あたりですかね、このあたりをまあポイントとして見ていこうかなと思います。もちろん、上の方に抜けてくれば今度はもう簡単には売れない状況にはなりますね。はい、変わりましてこちらがポンド円4時間足に週足を重ねています。ポンド円も今週はもうかなりの大きな売りが入っています。まあ、理由としては一つはもう円高の流れですね、もう一つはポンド自体にも売りが入った、政策金利の発表でポンド売られたんですよね、その影響も大きいとは思います。もう目先はもう売りのトレンドしか見えてこないとは思いますけども、一歩引いて相場の方を見ていくと、強い上昇トレンド見えてくるんですよね。直近高値を抜けている上昇トレンド、今の流れはあくまでこれ調整の売りに過ぎないです。波の起点も終わってないですからね。ですから流れが止まれば再度買いは入ってくるかもしれません。ただこの流れが止まればの部分で全く流れが止まってないんですよね。ですからまあ押し目買いをしていくにしてもタイミングというのがありますからね、まだタイミングとしては早いのではないかなとは思います。目線としてはやっぱりショートになりますね。上昇トレンドのこの調整波、調整の売りの流れをショートで見ていく状況ですね。はい、こちらが1時間足に冷やしを重ねています。まあ確かに強い上昇トレンドあったんですけどもね、流れが止まって以降はもう調整の動きがはっきり見えています。波になってしまってますからね、もうトレンドになってしまってますから、こうなると一旦流れを止めて反発の形を見せてくれないと次の上昇が見えてこない。波の反転にはすごく時間もかかりますから、慌ててロングをしていくような環境では僕はまだないのかなと思います。目線としてやっぱりショートですから、月曜日も安値更新は見ていくことにもなります。ただ仮にその結果安値更新しなかったとしても、この高値、例えば金曜日の高値ですね、まあ、こういったところ抜けてこなければ今度は売り買いの攻防を見ていく。流れが止まったからすぐに反発というわけでもないので、そこは十分警戒はしたいです。あとはこの今回の下落に関しては円の影響はもちろんこれ大きいんですよね。円が強いという流れもあるんですけども、これポンド自体にも売りが入っているのもこれは忘れないようにしたいですね。ということはまあしっかりした反発を見ていくにはポンドにもしっかり買いが入ってこないといけない。ただポンドは先週売られましたからね、環境的にはまだまだこの反発を見ていくには少し大変そうだなといったのがまあ正直なところですね。もちろん目線はショート、冷やし安値更新を見ていくということになります。反発を見ていくには一旦流れが止まってから売り場探しという状況にはなってきそうです。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期の流れを見ても、まあ、特にこの木曜日の売りはかなり強いですけどもね、金曜日も継続して売りが入っています。全くまだ反発どころか流れすら止まってないような状況、下153円の切り板がありますから、このあたり少し意識はされていそうですけども、売りは継続してくるとまあ簡単には割ってきそうな流れでもありますね。仮にこのあたりで少し下落の流れが止まっての調整になったとしても、今度は売り買いの攻防を見ることになります。
波の反発を見ていくのはその後になりますから、やっぱり少し時間はかかってくるんじゃないかなと思いますけども、どうでしょうかね。目線としてはもうショートですね、まあ、円が強いという状況でのショートもありますけども、ポンド自体に売りが入った、このポンドの弱さも注目してのショートということになってきそうです。問題は売り場探しですね、まあ、金曜の高値なんか一つのポイントになってきそうです。この高値抜けてくるとさすがに波の反転も少し意識ということになってきますから、まあ、簡単に売れなくなってきそうですね。金曜高値が153円の6070あたりですね、まあ、このあたりをバックにショートの流れを追っていきたいと思います。そして金曜高値を抜けてくれば波の反転も意識ですかね。冒頭でも見たように円っていうのがね、レンジの高値ですから売りが入ってきてもおかしくない状況にはあると思います。このあたりも横目に見ながら、高値抜けてくればロングも意識したいところですけども、ただまあポンド弱いですからね、かなり大きな売りが入りましたから、どこまで戻せるか、一旦来週はもうこの底値圏での攻防ですね、ここのポイントを見ていきたいと思います。はい、変わりましてこちらが5ドル円4時間足2週足を重ねています。5ドル円もかなり売りが入ったのがこの週足だとわかると思います。週初から見ると2円の下げですね、まあ円が強かったというのもこれももちろんあるんですけども、5ドルに関しては火曜日ですね、政策金利の発表があって、その時にこの5ドルに大きな売りが入っています。5ドルに関してもこの売りの流れがまあ最後までズルズルいってしまったのかなといった感じはしますね。この動きによってこの上昇トレンドが止められたことになります。今後は調整局面を見ていくことになりますけども、この止められた場所というのが少し嫌な位置なんですよね。今回これ積み足になっていますから、まあ、この前の陽線、この陽線を否定した形になるんですけども、これを否定すると少し見えてくるものがあるんですね。はい、こちら縮尺を少し小さくしています。すると分かりますかね、この85円のところ、過去にずっとこれ超えられなかった壁なんですよね。今回この壁を抜けてきたというのがこの陽線になります。そして今回大きな陰線が入って包み足ですよね、陽線の否定ということは、このブレイクした陽線の否定になってきますから、今回これ売りが入ったことによって、もしかしたらこれブレイクしていないんではないかといった目線が見えてくるんですよね。そうすると85円は大きな壁ですね。この壁に対して現在地はやっぱり近いところにいますから、まあ、当然ロングは慎重になりたい場所。ただ今回これかなり大きな売りが入っていますけども、この売りというのは押し目買い入りやすいと思うんですよね。なぜなら1回抜けているから、それだけの強い流れがあったんですよね。それに対しての押し目買い、これ決して僕は間違いだと思わないんですけども、結果としてこれ潰されてしまったら意味がないですから、まあ、現状押し目買いをしている勢力、買い方にとっては少し苦しい状況がこの動きでは見えてきます。特にこの85円を超えたところのロング勢というのは本当に苦しいですよね。助けてもらうためには再度この大きな壁をブレイクしてこないと、このレートはつけてこないわけですから、なかなかこれは大変なことになってくるんじゃないかなと思います。そして上値が重かったという形もここで見えてますからね、反転下落の流れもこれは警戒しないといけないとも思います。今週の売りというのはかなり大きな売りになってはいましたけども、まだまだこれだけでは止まらないかもしれない。環境を見ていくと上値が重いという形がはっきり見えてしまったという形が見えていますので、ロングは十分注意はしたいですね。はい、そしてさらにこれが日足に月足を重ねています。月足で見てもこの高値というのがはっきり見えてますよね。高値を2回試して今のところ抜けていない上値の重さが見えています。チャートはすごく強いのはわかるんですけどもね、だからといってこの高値のロングが捕まっていいような状況では今はないと思うんですよね。今月のこの月足というのはまだまだ閉じてないですから、どうなるかはわかりませんけども、やっぱり買いは慎重になるべき場面かなとは思いますけども、どうでしょうか。特にこの85円ですね、壁が見えているこの壁の向こう側でロングを持っている場合、もしこれ波の反転が起こってしまえば、仮にこの辺りがレンジそばになったとしてもね、レンジの加減まで引っ張られてしまうと相当な踏み損になってしまいます。まあポジションが捕まるというのはよく聞くセリフではありますけども、高いところでロングは捕まりたくないですね、まあ、同じように安いところでショートは捕まりたくない。今回この5ドルに関してはこの大きな売りに対してロングで立ち向かった人、現状まだ報われてはないですよね。このロング勢の動向はちょっと注意はしたいですね。はい、こちらが1時間足日足を重ねています。強いトレンドは見えていましたけども、高値圏でのレンジ相場、調整局面になっていました。11月に入ってからこの調整から下に抜けた動きが見られますね。高値から見れば売りのトレンドにもなってしまっています。ネックも割れた状況ですから、まあ、こうなってしまうとそう簡単には買えない。環境としてはこの強い上昇トレンドもありますから、流れさえ止めてしまえば押し目買いという形もなくはないと思うんですけども、ただこれ日足見ていくと安値更新ですからね、全くまだ流れが止まっていません。少なくとも月曜日に関してはやっぱり売り目線、安値を更新する流れを見ていくということにもなってきそうです。
あとはこの85円ですよね、上位足でも見ましたけども、この上でのレンジ相場、足場の崩れが見えています。この足場内でロングをした人たちが、まあ、今は相当苦しい状況に陥っているわけですよね。であれば仮に戻ってきた場合、そういった勢力の戻り売りが入ってもおかしくもないですね。ゴールドレインに関してはちょっとこのロング目線というのは少し難しい環境になってしまったのかなとは思います。はい、こちらが15分足4時間足を重ねています。短期の流れを追っても下落トレンドが見えています。まだ流れが止まってないですよね。ただまあごちゃごちゃをしてきましたので、もしかしたらこの辺りで足場作り、一旦流れが止まることになるかもしれませんけども、止まってくれば次は反発を見ていくわけではなくて、まずは調整なんですよね。売り買いの攻防、反発を見ていくか再度売りを見ていくかをこの攻防の決着を見てということになりますから、まあ、当然時間もかかります。仮に反転ロングを意識していくにしても、まだそのタイミングでは僕はないのかなと思いますね。まずはこの攻防の決着を見てからでも十分間に合うのではないかなとも思います。そういった意味でもやっぱり目線はショートですね。下に抜ける動きを第一に警戒をすべき相場かなと思いますので、どこで打っていくか。ただ波の起点がこの上になるんですよね。85円、何度も出てきているレートですね。ですからここをバックにショート見ていくには現在地から見るとちょっと距離がありすぎるんですよね。ですからもう少し近場に壁が欲しいとなると、金曜日のこの高値あたりは一つのポイントにはなってきそうですね。84円の20あたり、来週も目線はショート、ただまあショートする場所は慎重に考えたいですね。何も下の方からショート叩く必要はないと思いますから、しっかり戻りを待ってのショートを意識していけばいいんじゃないかなと。ゴールドレインは、まあ、上位足の環境がちょっと嫌な形なんですけどね、まあ、それに加えて短期足もまだ波の反転も見えてません。来週もまずは売り目線ですね。安値更新を意識して、ショートする場所を探していきたいと思います。はい、ということで、まあ、円は強いんですよね。強いんですけども、言っても冒頭でも見たように、レンジの高値圏、ここから買いが入ってくるかどうかというのは一度確認はしておきたい、そんな位置だと思います。ただしチャートを見ているとかなりの崩れが見えている、特に先週政策金利の発表があったポンドとゴールドルですよね、ポンド円の大きな崩れ。はい、そしてこれゴールドル円ですけども、火曜日から崩れてますよね。ですからこのチャートの崩れに関しては円高要因だけが原因ではない、ゴールドルやポンドもそもそも大きな売りが入っている、弱いという事実もあると思います。じゃあユーロはそんなに弱くないのかと言われると、やっぱりサポートは終わってますからね、まあ、それだけ円が強かったというのはあるのはあるんですけども、例えばリバウンドを狙っていこうと思っても円が弱くなるだけではなかなか上がらないですよね。同時にそれと対象となる通貨にしっかり買いが入ってこないといけない。そういった意味では先週大きな売りが入ったゴールドポンドに本当に買いが入ってくるのかどうかですよね。この点はしっかり見ないといけないと思います。ざっくり見てしまえば、やっぱりどのチャート見てもチャートの崩れは見えてますから、来週月曜日まずは目線はショート円高という流れを見ていくことにはなると思います。ただしまあどこかで出てくる波の反転、例えば円に売りが入った際のこのリバウンド、通貨によってだいぶパフォーマンスに差はあるんじゃないかなと。円だけ見ててもなかなか見えてこない、しっかり買いが入っている通貨というのを意識していかないと、リバウンドもしっかり乗れないんではないかなとも思ったりはします。先週たくさんのイベントを通過して今週はもう身軽になってると思うんですよね。それなりの動きは期待できるんではないかなと思いますんで、トレンドを見ていくにしてもリバウンドを見ていくにしても注目通貨ということになってきそうです。最後にクロス円を見ている方はドル円もかなり意識されていると思うんですけども、このドル円とクロス円というのも環境が大きく違います。そもそもクロス円というのも多くの通貨崩れてますけどもね、ドル円まだレンジ相場ですよね。ですからこのドル円を見ながらクロス円を見ていくとかね、まあ、逆もそうですけども、そういったところを見てしまうと、足元を救われることもあるかもしれません。まずはしっかり個別の通貨を見ていくのが大事になるんじゃないですかね。円の方が大きく動いてますからチャンスも多いと思うんですけどもね、ただその分今の現在地を見失ってしまうこともあるかもしれません。迷子になったら一旦引いて全体の環境の把握から、動きがあるからこそそこはもう丁寧に見ていきたいですね。今回は以上になります。クロス円以外の通貨に関しては別動画になっています。概要欄の方にリンクの方を貼っていますので参考にしてください。それでは来週も頑張っていきましょう。